ガンガデッキョンな。どもども、中年ゲーマーヨロさんです。はい、ガチャのお時間でございます。てなわけで今回は、サガザミュージックフェス2022開催記念ロマンシングフェス。最終工程男編を、ぶん回していきたいと思います。今回こちらのガチャで狙っておりますスタイルは、男女格差社会で苦渋を舐めさせられ、ついに新フェス源として覚醒された最終工程男。はい、最終工程男一点狙いで、ガチャっていきたいと思います。なんか槍工程の方が強いとか、言われてたりしてますけど、でもそんなの関係ねえ。最終工程男だから引く、それでいいんじゃないか？てか私槍工程持ってないんでね。最終工程男をアップデートするにはこちらを、ゲットするしか有馬温泉。ああ、また有馬温泉行きたいなぁ。六甲山登ってからの有馬温泉が、私の楽しみでございました。はい、どうでもいいですね。猿又失敬。それでは長話もなんですのでそろそろ参りましょう。最終工程男が出てきたら即撤退。サガザミュージックフェス2022開催記念ロマンシングフェス最終工程男編。優勝ステップガチャから、引くぞー。ステップ1の10連目。始まりはノーペットからでございます。ノーペットからの教授キック。至って普通でございますが、はてさてどないでっしゃろか？続きましてステップ2。さっきのおこぼれで無用10連、20連目。20連目はマコさん。ノーペットよりは、って感じですか。爆発きたー。さあ最終工程男カモンプリーズ。バグナス、来たさすがマコナリさん、仕事できる男？は違いますな。20連目でマコさんがしっかり仕事してくれまして、ワグナスゲット、こんなに嬉しいことはない。単体集会に全体集会、状態異常付与役にと、いろんなところで活躍してくれそうなワグナスですな。激裏リニューアルのおかげで、全体ファストにもまた需要が出てきましたし、今後に期待の逸材でございます。私の手持ちの火槍紙ソッカスなんで、これから頑張って厳選してまいりますわ。とりあえずピックアップが引けて、よかったよかった。でも、残念ながら私が心から欲してるのはあなたじゃないんですよね。私が狙っているのは最終工程男なのです。まあ天井まで行け確実に、ゲットできるわけでございますが、ここ最近天井ばかり食らってるんでそろそろ天井前に、撤退したいと思う今日この頃。それでは参りましょう。続きまして、ステップ3、30連目でございます。マコさんさっきはありがとう、そしてありがとう、そして今後ともよろしく。マコさんからの教授キック、演出的には至って普通でございますな。さあマコさん、再びお仕事できるのか？まあさすがに2連チャンはありませんでしたか。続きましてステップ4。さっきのおこぼれで無用10連。40連目でござそうろう。ノーペットからの教授キック。ペットがなくても来るときゃ来る。それがロマサガ RS。
はてさていかがなもんでございましょ。続きましてステップ5、ラストステップでございます。女神編で結構持っていかれちゃいましたからね。できればこっちは早めに撤退させてほしいんです。てなわけで、どうぞよろしくお願いします。50連目はノーペット。しかしまだわからんよ。ここから SS 来る可能性もあり得る。ありえない。というわけで優勝ステップはワグナスのみ。まあピックアップが引けただけね。いいんじゃないですかね。さあそれではここから無双ジュエルのターンでございます。狙うは最終皇帝男のみ。さっさと、引いて撤退したい。それでは参りましょう。60連目。無双ジュエルガチャ一発目。60連目で横切りましたのは、マコさん。マコさん。最近結構仕事するようになりましたよねー。なもんで今回も期待してまっせ。よ、社長。おだててみましたがダメでしたわ。続きまして70連目でございます。70連目は鬼面総大先生。これはちょっぴり期待できそう。そろそろ何かしら SS が来てほしいところですな。むむむ、なんか嫌な流れですなぁ。続きまして80連目。爆発きたー。ノーペットからの爆発きたー。最終皇帝男、最終皇帝男を、おなしゃす。あなたでございますか。気のせいか最近よくお越しになりますよね。ちょっと前まではマイスが来てたのに、最近シルベンがよく来はりますわ。シルベンテーブルに放り込まれましたかね。続きまして90連目、ご長さん頼んます。悪い流れを断ち切ってください。爆発はナッシング。でもご長さんなら、ごっちょさんならやってくれる、と信じたい。あ、悪い流れが加速した気がするのは、私だけですかね。せめてに所持一面 SS ならねえ。やり皇帝なら、そっちかい。手間だネタになるんですが。続きまして100連目。天井まで残り60連となりました。ここまで来るともう不安しかないですな。ノーペットからのキックなし。あんまし期待できないやつだと、思いますが。ワンチャンあったりしませんかねー。
100連終了。さああと50連、頑張って参りましょう。続きまして110連目。キノ君、来たノーペットがなんぼのもんじゃい。110連目でピックアップの、時の君ゲット。こんなに嬉しいことはない。新しくなっても便利や時の君は健在ですな。行動順補正アップしまくるマンとして、周回に激裏に高難度にと、活躍してもらいます。てな感じで110連で、ワグナスと時の君、ついでにシルベンとヨハンが出てきて、SS の引き自体は悪くない感じですな。しっかし相変わらずお目当てをうまく、回避してきやがりますな。あ、月の物欲センサーは、今回も絶好調のようでございます。まあ何にせよ、これでコンプは確定です。あとは天井までに差しゅう男が、出てきてくれるか、そのまま天井まで突っ走ることになるかの二択ですな。まあここまで来たらどっちもそんなに、大差ないですわ。勢いに乗ってパパッと駆け上がって参りましょう。天井まで残り40連、120連目でございます。120連目はご長さん。そういや今回活躍してない感じですな。そろそろ本気出してくれてもいいんじゃないですかね。これは、欲しい人はむっちゃ欲しい。アントニウスお兄様ですな。でも残念、もうゴルピ突っ込んで50にしちゃってるんですわ。なもんでお呼びじゃございません。中盤以降 SS は結構来てくれてるんですけどね。いるかいらないかは置いといて。続きまして130連目、残り30連。横切りましたのはマコさんでございます。さてさて残り20連、140連目でございます。ご長さんリターンズ。さっきは仕事したようでしてないような。今度こそよろしくお頼み申します。なんでやねん。あ、これがあなたの暗殺術ってことですか？もうやめて、私のライフはゼロよ。皆様、最後までお付き合いいただきありがとうございました。最終皇帝男編、最後の10連となりました。もうここまで来たらピックアップは、いいので、未所持一面 SS の3名様を、お願いします。それでは参りましょう。150連目。
やあ、SS は結構来たと思うんですけどね。すり抜けまくりまくりステイでしたね。てなわけで、ダブルガチャでダブル天井。こいつは先が思いやられますわい。ではでは皇帝様をお迎えに上がりますか。以上、サガザミュージックフェス2022開催記念ロマンシングフェス最終皇帝男編。こちらも天井コンプ。天井とはいえコンプですし、まあ悪くないんじゃないかと思うことにいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。